ワニブチ陽子君。おはようございます。公明党のワニブチ陽子でございます。政府は平成28年に閣議決定した第5期科学技術基本計画におきまして、ソサエティ 5.0 社会の実現を掲げておりますが、この実現に向け今般提出されました情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。繰り返しになりますが、今回の法改正はソサエティ 5.0 社会の実現に向けたものであると承知をしております。そもそもこのソサエティ 5.0 社会というのはどういった社会なのか、それはサイバー空間、仮想空間とフィジカル空間、現実空間を高度に融合させることにより多様なニーズにきめ細やかに対応したものやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会とございました。私は先日シッテクの方に行かせていただきまして、いくつかのブースを視察見学をさせていただきました。その中でソサエティ 5.0 社会、具体的にこういった社会を指すんだということで自分の中でイメージを持つことができました。これまでも今までもいろんなところで話題にもなっておりますが、やはり一番分かりやすいのがこの交通の事例、自動走行かと思いますけれども、これからは自動車というものは自動走行だけではなくて、渋滞なく、また事故なく快適に移動できる、またただ単に移動するだけではなくて趣味、天気、宿泊、飲食、健康など、そういったリアルタイムの情報、またニーズに合った情報を提供してもらいながら走行する、移動していくというものにっていうものでございます。またその次の、課題というかその次の段階になりますと、先ほどもお話がございました空飛ぶ車、こういったものも、実際に展示というかございまして、それを実用化するためには先ほどもお話がございました、さまざま規制があるということで、そういったお話も伺ってまいりました。いずれにしましてもこのソサエティ 5.0 社会、こういった社会なんだなということも具体的にイメージを持てたわけでございますが、いずれにしましてもこういったこのソサエティ 5.0 社会といいますのは、この日本社会において、また地域におきまして、さまざま課題があったとしましても、この一人一人に夢また希望を与えることができる、そしてより良い生き方、より良い生活ができる、こういった社会を目指していかなければいけない、これがソサエティ 5.0 社会、私たちの目指すソサエティ 5.0 社会ではないかと実感をしたところでございます。で、具体的に質問に入ります前に改めまして、このソサエティ 5.0 社会の実現に向けて今般の法改正の趣旨とそれに取り組まれる大臣のご決意をお伺いをしたいと思います。梶山経済産業大臣。今委員がおっしゃったように、現在世界ではあらゆる分野において、IoT、ビッグデータ、AI などの新たなデジタル技術の活用が進んでおります。こうした中、我が国はデジタル技術とデータを活用して、経済発展と社会的課題の解決を両立するソサエティ 5.0 の実現を目指しているところであります。これまで情報処理の促進に関する法律は、これまでの法律ですけれども、情報化社会の実現を目的としてきましたが、今般の改正によりまして、法律の目的規定を改め、より高度なソサエティ 5.0 を実現することを明確にいたしました。その上で、ソサエティ 5.0 の実現に必要な社会横断的な基盤整備として、デジタル技術やデータの活用を前提とした企業のデジタル経営改革の実現による我が国企業の競争力の強化、今後新たな産業やサービスの創出の前提となる、異なる事業者間や社会全体でのデータの連携共有を容易にするための必要な共通の技術仕様であるアーキテクチャの策定、官民におけるクラウドサービスの新たな技術、サービスの活用を促すために必要などうしても安全ということをも考えていかなければならないということであります。それらに対して必要な措置を講ずることとしております。これらの措置を着実に実行することによって、あらゆる産業や社会生活に先端的な技術の導入を加速化し、少子化や環境エネルギー制約等の課題を乗り越えた持続的な社会を構築していきたい、そういう目的のもとに今回の法案の提出をさせていただきました。ワニブチ陽子君。ありがとうございました。それではちょっと具体的に質問に入らせていただきたいと思いますが、まず現状、大企業を含む8割の企業に技術的に陳腐化しているシステムが存在しているということで、こうした状況を放置しますと
管理コストの増大や新たなデジタル技術を活用した経営の足かせとなり、我が国の産業競争力の低迷につながりかねません。この課題が克服できない場合、2025年以降最大年12兆円、現在の約3倍の経済損失が生じる可能性があるということで、この我が国における現状を見ましたときに、素人の私でさえも、早急にそして着実に対応しなければいけないと実感をしているところでございます。こうした課題に対応すべく、今般の法改正では、国が企業経営における戦略的なシステムの利用のあり方を提示する指針を策定し、取り組みの状況が優良な企業を認定することとしております。この課題解決は我が国の産業の競争力強化の観点からも非常に重要なものであり、大企業はもちろんですけれども、中小企業にまで確実に実行されるよう取り組んでいかなければならないと考えますが、今回の措置を講じることで具体的にどのような効果を期待しているのか、ご見解をお伺いしたいと思います。西山商務情報政策局長。お答えを申し上げます。今委員からご指摘のございましたとおり、我が国の業種を超えて企業が当面しております課題は、デジタル技術の活用を前提として経営の在り方を変革するデジタルトランスフォーメーションだということになります。その際、一つにはこれも今ご指摘がございましたとおり、過去の企業の IT システムの多くがですね、過度に部門ごとにカスタマイズされた、特化されたシステムが多いものですから、その開発の仕方がですね、現代の共通の仕様を重んじるデジタル技術の導入を困難にさせている状況を生んでいるというふうに理解をしております。で、そうしたそのいわば負の遺産の状況に対処しつつ、なおかつ、経営戦略とデジタル戦略を一体化する、すなわち経営にとって、大切な指標はですね、部門を超えてですね、常に経営者がデジタル的に、把握をすることができ、なおかつその自らの会社の製品やサービスとシステムを連動させるといったようなことが必要になってまいるわけでございますけれども、そうしたことを実現しようとしますと、当然これまでのある意味で IT システムと非連続にですね、新しいシステムを導入する決断をすることが必要になります。それは当然にある種のリスクと大きな投資の判断を伴いますので、私どものもさまざまな業種の経営者の方、あるいはそれをサポートしている情報システム役員の方と議論をしてまいりましたけれども、そうした大きな決断を経営者がするにはですね、やはり何らかの後押しが必要であるというご意見を多く頂戴いたしました。そうしたことの中で、私どもとしては今委員からご質問のございましたデジタルガバナンスコードと呼んでおりますけれども、この法律に基づく指針を策定して、特にこれを経営者向けに理解をしていただくことで、経営者のそうした判断をぜひ後押しをしたいというふうに考えております。なお、さらにですね、こうした判断は大企業のみならず中小企業にも幅広く広げてまいることが必要でございますので、それを支援すべく、この指針のみならず IT 導入補助金など各種の補助金制度やコネクテッドインダストリー税制等の措置、あるいはデジタル人材を幅広く裾野広く育成するための仕組みを活用しながらですね、そうした中小企業の取り組みもですね、実行できるように後押しをしてまいりたいというふうに考えております。森道陽子君。ありがとうございました。今ご答弁の中にもございましたけれども、個々の企業の取り組みにつきましては指針の策定、また優良認定制度で推進していくと、また中小企業につきましてもしっかりと具体的に支援をしていくことでご答弁ございましたけれども、一方でこの我が国ではこの企業ごとに独自のシステムを作り込んでいるため連携が困難になっているという課題もございまして、このソサイティ 5.0 社会の実現を目指す上で先ほどもございました企業間産業間における連携をどう促していくか、この促していく必要があると思っております。この点につきまして今般の法改正では異なるシステムを連携する上で必要なアーキテクチャの策定を行うことを独立行政法人情報処理推進機構IPA の業務に追加することとしております。でこのアーキテクチャとは具体的にどのようなものを指すのか、またこの私たちこの国民の生活におきまして具体的にどのような分野で生かされるのかお伺いをしたいと思います。西山商務情報政策局長。お答えを申し上げます。
今ご質問のございましたアーキテクチャというのはですね、基本的には複合的なサービスを実現する上で基盤となるシステムですとか、複数の事業者が共通に利用するようなシステムに関して定められる共通の技術仕様、あるいはその俯瞰図、見取り図のことを指しております。で、なぜこういうことが必要になってきているかと申しますと、今まさに世界でさまざまなサービスが新しく生まれようとしております。まだ完成されたものはございませんけれども、例えばスマートグリッド、あるいはマースモビリティアズアサービスと言っておりますけれども、まあ、交通手段、運送手段を連携させる仕組みでございますが、さらにスマートシティ、スマートホームといったようなものがございますが、このいずれもですね、個々の製品やサービスを売るというよりも、それを連動させてシステムとして提案し、まあ、ビジネスにしていくというところに共通の特徴がございます。従いまして、こうしたビジネスを我が国に根付かせるためにはですね、こうした複合的なシステムの全体構造や連携するシステム間、あるいは共有するデータのフォーマットなどについて定めました俯瞰図が、そうしたシステム構築の前提となるということでございます。で、従いまして、こうしたアーキテクチャ整備の支援を行います機能を独立行政法人情報処理推進機構、まあ、通称 IPA に置くということを今回の法案の中でご提案をしているということでございます。その中で、では具体的にどういうシステムがあるのかと、対象アーキテクチャを策定する対象になるようなものがあるのかということでございますが、基本的に3つあるというふうに考えてございます。1つはすでにご説明をさせていただきました、新しい個々のものやサービスを超えたシステムを提供するような複合的なサービスの基盤というものでございます。これは先ほどご説明しましたようなマースですとか、あるいはスマートシティとか、そういうものが対象になろうかと思います。2つ目は、すでに存在するものも含めまして、公的部門の IT システムでありまし、あるんだけれどもありますが、これまでは個別の組織ごとに、カスタマイズ、特化されたものが使われてきて、相互に連携ができないような分野でございます。例えば水道のような分野が典型でございますけれども、これは人口減少や熟練技術者の引退によってですね、個々の自治体や事業体単独での事業の維持や管理が難しくなってきているわけでございますけれども、こうしたものの連携を進めるためには、当然それぞれの事業体で使っております IT システムが統一されないとですね、連携が進まないという実態がございます。そうした仕様の統一を進めるための前提となる共通技術仕様の開発のもですね、この IPA のアーキテクチャ設計支援の中で担おうとしております。最後になりますけれども、3つ目としてですね、こうしたデジタル技術の活用が増えてきますと、規制のスマート化の中でもですね、さまざまなデータを使おうという動きが増えてまいるというふうに考えております。そうした場合にですね、関係事業者で共通して利用可能な制御管理システムや、そのリスクマネジメントの在り方を示すようなアーキテクチャを設計するというのもですね、新しい IPA の役割だというふうに考えております。谷口陽子君ありがとうございました。このアーキテクチャ設計というのは、この我が国の産業基盤の強化の観点からも大変重要であると思っておりますが、その上でしっかりと着実に進めていかなければいけないと思っております。で、そこのアーキテクチャ設計できる人材ということで、どのような人材が必要なのかということと、またこの人材をこれからどのように育成確保していくかということが、また大きなポイントに重要な点になるかと思いますが、この取り組みについてどのようにお考えなのか、ご見解をお伺いしたいと思います。西山商務情報政策局長。お答えを申し上げます。今ご質問ございましたとおり、こうしたアーキテクチャ設計というものを我が国において根付かせるための基盤になりますのが人材ということになります。で、この人材に求められる要素としては、おおむね2つございます。1つは、当然そうしたことが可能な知識があるということで、分野で申し上げればシステム工学やソフトウェア工学などの知識を有しているということが必要になります。ただ同時に、こうしたアーキテクチャ設計というのは非常に実践的な仕事でございますので、そうした相当規模の複雑なシステム開発を何回経験したかということを含めてですね、例えば民間企業でにかつて、あるいは現在在籍していて、そうした経験の蓄積があるかないかということが非常に大きなメルクマールになります。従いまして、今回
IPA にですね、仮称でございますけれども、産業アーキテクチャデザインセンターというものを作ろうとしておりますけれども、そうした知識と経験の両方を備えた方々をここに集約することで、IPA の組織を立ち上げることが必要だというふうに考えております。また、同時にそうした中でですね、すでにそうした経験をお持ちの方に限らず、そうした方々のいわば後継者として、人数を育てていく、増やしていく必要がございますので、新しいセンターにおいてはですね、そうした人材育成の機能も担いたいと思っております。で、最後に、当然こうしたその共通のシステム、複合的なシステムの提案は我が国だけでできるものではございません。したがいまして、人材の育成や具体的なアーキテクチャ設計の両面においてですね、海外のさまざまな機関、例えば米国ですと国立標準技術研究所 NIST という組織ございますが、こうした組織などとも連携をしながら人材育成あるいはアーキテクチャ設計を行ってまいりたいというふうに考えております。ワニブチ陽子君、ありがとうございました。すでに、実績のある人、また経験のある人、そういった方を確保していくことも重要でありますし、また本当これから先のことを考えたときに、例えば先ほども申し上げましたCTECとかそういったものに触れていただく中で、子どもの時点からですね、将来見て自分もこういう仕事をしたいとか、こういう社会を作りたいとか、そういったそのもうちょっと広げていくことも重要かと思いましたので、そういった観点はぜひまた文部科学省も含めて連携を取っていただいて、この人材育成ということでしっかりと経産省としても取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、最後に安全性の確保について質問させていただきたいと思いますが、クラウドサービス等の新たなデジタル技術の活用がこの日本の産業競争力強化のために必要であります。特に政府の情報システムに係る調達につきましては、クラウドサービスを第一候補とするクラウドバイデフォルト原則を掲げており、今後は官民双方で活用を進めていくことがより一層重要でございます。で、今般の法改正ではクラウド生物を活用する際の安全性評価を行うことを IPA の業務に追加することで、このサービスが安全性の面から信頼できることを担保しております。で、この安全性の評価はセキュリティ上の観点からも重要であり、IPA に確実に実施してもらう必要があると考えますが、この IPA における実効性はきちんと担保されているのかお伺いしたいと思います。西山商務情報政策局長、お答えを申し上げます。今の、クラウドの安全性評価を行うにあたりましての IPA の、実効性、能力的な実効性というご質問でございますけれども、私どもとしては基本的にはこのセキュリティの分野で IPA はさまざまな経験をすでに有しているというふうに考えております。まず第一に IPA は内閣サイバーセキュリティセンター、いわゆるNISCの委託を受けまして、すで、に独立行政法人や指定法人、公的な機関の情報システムのセキュリティ対策の評価を実施をしてきておりますので、そういう観点から安全性評価の実務経験を持っております。またより広くサイバーセキュリティという観点からは、そうしたサイバー攻撃に対します実践的な演習の実施ですとか、あるいはすでに発生しましたものでございますけれども、さまざまな我が国のみならず世界的なサイバー攻撃が起こりました際の注意喚起、企業や一般の方々に対する注意喚起ですとか、それについての技術評価の発出など、最新のセキュリティに関するサイバーセキュリティに関する動向についての知見を蓄積しているというふうに考えてございます。そうした実務経験を持つ IPA が特に政府の求めに応じて中立的な立場でクラウドサービスの安全性、評価制度の運営を行う能力を有しているというふうに考えております。で、その上で具体的な役割といたしましては、政府はこうしたクラウドサービスを調達するにあたりまして、それに必要な基準を定めたり、最終的な評価判断を行うのはあくまで政府の責任でございますが、 IPA としては今のような実践的な経験を踏まえて、政府が定めた取り決め、政府との取り決め等々に従いまして、技術的な評価などの実務的な補助を行う役割を果たすものというふうに考えております。以上でございます。
ワニブチ陽子君。ありがとうございました。今般の法改正は、法改正後もこの詳細を定める事項、また法制公募の制度の運用に関する事項など、検討を行うところも行う必要があるところもございますので、しっかりと経済産業省におかれましては今後もしっかりとこの不断の取り組みをしっかりとやっていただきたいということで要望を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。大変ありがとうございました。次に山岡達磨。